はい、のりさんです。今日もご視聴いただきありがとうございます。えー、今日は8月9日の金曜日ですね。はい、1週間ぶりの、えー、無料動画となりますけども、今日も、えー、質問にお答えする形でまたいろいろと話してみようかなと思います。えー、その前に、えー、お知らせです。 えーっとですね、ちょうど1週間ぐらい前かな、あの、アキちゃんですね、あの住みなすものは心なりけるチャンネルのアキちゃんと1週間前にですね、ちょうどコラボライブをしておりまして、あの動画はアキちゃんの方のチャンネルに上がってるんですけども、その時のね、お題がお金の話、えー、お金をテーマにして、えー、いろんな話をしております。うん ちょっとね、あの、急に、まあ、コラボをやることになったんで、告知も何にもなかったんですけども、えっ、ー、とね、結局2時間半ぐらい話したのかな。うん、でもね、結構好評で、まあ、後からいろんな方から本当に良かったというご感想をいただけましたので、あの、もし興味がありましたら、覗いてみてくださいね、えー。概要欄の方にリンクが貼ってあります。 あとはですね、えー、もう一個お知らせ。えー、18日の、えー、日曜日夜8時からまたあきちゃんとコラボライブを予定しております。えー、次回の、えー、コラボライブのお題は一応ですね、サレンダー。 まあ、サレンダーってどういうことなのっていうことについて、まあ一応話す予定なんですけども、まあね、いつもほとんどノープランでやってるんで、またちょっとどんな話が飛び出すのかわかんないんですけども、もしお時間ある方は参加してみてくださいね。はい。というわけで本題いきます。えー、まずはいただいた質問をご紹介しますね。はい。えー、質問です。 今回の動画で流れに逆ら,逆らわないとありましたが、それは起きた出来事に対してそれが嫌だと思っても逆らわずそのままにしておくことなのか、それとも嫌だという思いに従って起きた出来事に反旗を翻すような行動をとることなのか、どちらが流れに逆らわない行動になるのでしょうか。 嫌だという思いは自我の思い込みだから無視して起きた出来事に逆らわず受け入れた方がいいのかそれともその思いに従って行動し外周かっこ周りとの間に生じる摩擦や圧力を受け入れていくことなのか流れに任せるとうまくいくよってよく言われますが、どっちの行動が流れに逆らわない行動なのかといつも悩んでしまいます。 よかったら、のりさんのお考えを聞かせていただければ嬉しいです。よろしくお願いします。ってことですね。はい。えっ、ー、と、じゃあ、お話ししますね。うんとね、まず、これについては、まあ、私の考えを話すってことでもあるんですけども、まあ、私としては、もう、これが事実だよっていうつもりで話しますので、もちろん、信じていただけなくても、 いいですそのつもりでで聞いていいてただけると嬉しいです。例えばね今、まあえー、世の中にはねもうほんと引き寄せの法則だとかさんだろうなあとまあ私は、まあ、二元的スピリチュアリティって呼んでるんですけどもうんそっちの方向性で話をされている、まあ、情報発信者 インフルエンサー、まあ、スピリチュアリストの方、まあ呼び方は何でもいいんですけども、まあそういう方がね、ほとんどなんですよ。だから余計混乱されてるんじゃないのかなと思います。はい。私も探求の初めの頃はここがね、やっぱわかんなかったんですよ。うん。まあ今はわかりますけどね。あの、だからね、どういうことなのかっていうと、私のね、 あの皆さんが持たれているイメージ私に対して皆さんが持たれているそのなんかパンチワードみたいなのありましたよね。まあ、それが何かっていうと「人間に自由意志はない」っていうこの言葉ですよねなんかねこの言葉だけがなんか独人歩きしちゃって。 うん、<laughs> そのえ自由意志はないってどういうことなのってまたこれで混乱された方ももしかしたらいらっしゃるのかもしれないんですけども結局はねそういうことなんですよ、うん。だから流れに逆らわないっていうのはもうほんとねシンプルにもっと簡単に捉えられることで我々はそろもそろその流れに乗っかって生きることしか できないんですね。最初からそうなんですよ。うん、で、まあ、今日の話は、えー、次回、ね、来週の18日の、まあ、秋ちゃんとこのライブで、また、あのー、もっと深い話をするかもしれないんですが、結局ね、どっち選んでも正解なんですよ。うん、なぜかというと、選んでいる私という子がが、本当はないんですね。これ、起きてることなんです。うん、だってさ、 今回質問いただいた方も、今こうやって、どっちなんだろうどっちなんだろうって、その情報に対して、どっちなんだろう ?A なのか、B なのか、はたまた C なのか、で悩んでる状態でしょうん。それってさ、悩むの嫌だったらやめればいい,いいわけなんですよ。うん。でもそれできないじゃないですか。実際できてないですよね。うん。それぐらい人間って自由意思ないんですよ。うん。 そういうことが起きちゃって勝手に思考の連想ゲームによって勝手に自分で解釈して勝手に起きたことに対して未来の出来事を想定してそこに今悩み続けるという苦悩の人生を今生きているという状況がまあこの今回質問いただいた方の今の状況だと思うんですね。うん、で 私がいつも話しているのはこれ何を伝えたいのかっていうと人間の思考のメカニズムこの認知の構造ってそういう風になってますよねってことなんですそこに気づいてますかってことなんです。うん、でやっぱねこ自我ってのは本当にね 探求者にとっては厄介なものなんですよ、うん。まあ本当はね、全然厄介なものでも何でもないんですよ。そもそも自我ってありませんからね。その自我というものがあるという感覚が浮かび上がっているだけですから。うん、ここがまたちょっと伝わりにくいかもしれないんですけども。だから自我にとっては、基本的にはね、その、 未来をもっとより良いものにしたいとか今よりも成長した自分でありたいとか今よりも豊かになってたくさんのものや人に囲まれている状況でありたいって思ってるんですよ。でそっちに 行動するるようになってるんですねでも、そんなことはどうなるかなんてね、先のことは分かんないんですよ。うん、それを仏教では諸行無常っていうわけであって、うん、またね、あの、ここで、えっ、ー、と、老子のさ、人間万事採用が馬っていう言葉を持ってきてもいいと思うんですけども、いいも悪いもなくて、 いろんなことが起きてその連続性を脳が勝手にストーリーとしてあの作り上げてるだけですよねでそのストーリーの中で苦しんでいる私というものに苦しんでるんですよ、うん、ちょっとこれ伝わるかな、うんまあ、変な話してるなと思って適当に聞いててくださいね、うん、だからねあのそもそもそういう仕組みなんだということをただ知ればいいだけなんです だからよく目覚めとか解放とかスピでも言うんですけども本当の意味での目覚めとか解放というものはそういった自動思考そのいろいろ選択して未来を想定して悩んでいる私というその子がそのものからの解放なんですよだから私が目覚めるとかさ本当はそれおかしいわけであってまあ日本語としておかしいわけであってそもそも目覚める私がいないわけなんですよねうん で、そういう仕組みなんだ。あ、人間ってそういう、なんだ、仕組みの中でもう苦しむしかないんだ。この自我にとらわれているっていう時点で、つまり苦悩なんですよ。こうやって悩んじゃうような。 もう認知構造になってるんですよね。だから、ブッダなんかも、あの、よくね、仏教なんかでもさ、一切回顧とかさ、四苦八苦とかさ、うん、まあ、そうやって言うわけじゃないですか。生きるとは、つまりもう苦悩そのものだよ、うん。自我が動いている時点で、自我に囚われている時点で、それも抵抗感であり、辛いことなのよ。うん、で、この仕組みを知りましょうよって。うん、認めたくないけど、認めましょうよって話なの。 だからね結局じゃあどうすりゃいいかっていうと一番簡単の方法は諦めるっていうことなんです、うん、明らかにして眺めるっていうことなんですよね。で諦めるっていうのは本当あの視座を高く持ってもう あの、今風に言うと、まあ、俯瞰してみるっていう言い方でもいいんですけども、まあ、メタ認知なんでも言ったりもするんですけども、まずはそういう視点を持ってみたらどうですかっていうことなんですね。で、そういうことが分かってくると、だんだん起きていることって本来何にも意味ないし、 全部自分の自動思考の自作自演によってただその起きることに対して意味をつけてでいいことが起きた悪いことが起きた自分にとって得なことが起きたそんな。 そんんななことが起きたってていうジジャッジをしてるだけなんで,すで、すそれをずっとやってると辛いでしょってことなんです。だからこの自動思考の仕組みを見抜いてそっから離れましょうって言ってるわけなんですよ。だから坊さんがさなんでわざわざさこの現世この世間を捨てて山にこもるのかって言ったらそういうことなんですよ。まずは外的な刺激いろんな情報型な情報体から離れて その自分の周りにあるものを一切クリアにすることによってなるべく自動思考から離れるっていうまあ工夫がされてるんですよねだからそれを出家っていうわけであってまああれを考えた人もまあちゃんと意味があるというか、まあ、体系的に考えられたんでしょうねその出家というものもだから昔の人はまあよくそこに気づいたなというか、まあ、よく思いついたなと。 うん、思うんですよ。うん、まあ、だからといってね、あの、出家しましょうとかそういう話してるわけじゃないですよ。もちろん、ね、やりたい人はやらないんですけども、まあ、私はそういうの全然興味ないですから、まあ、あのね、仏教を一つのこの哲学た体系として、まあ、こうやって勉強するのが好きなんでね、うん、まあ、私はどっちかっていうと、なんだろう、金遣いも荒いし、あの、ブランド物とか好きだし、あのね、あの、結構高級品とかも好きな、まあ、そういうタイプなんですけども、まあ、それでもいいんですよ。 うん、そのスピリチュアル的に目覚めれば質素になるとか貧乏になるとかそんなことあのそこはあの同じじゃないですからねもちろんそういう傾向もあるんですけども決してそういうことじゃないんですよ、うん、でその一歩引いて見守るっていうことがやっぱ大事であってそのエゴというものからこのエゴの仕組みから一歩引いて見守,る見守ってるとだんだん分かってくるんですよねうん。 だからね、チャールズ・チャップリン。あの、チャップリンって言ってるでしょチャールズ・チャップリン。あの人がこんな言葉を残していて、人生はクローズアップで見れば悲劇だが、ロングショットで見れば喜劇だっていう言葉を残してるんですね。うん、もう一回言いますよ。人生はクローズアップで見れば悲劇だが、ロングショットで見れば喜劇だ。うん 劇劇っていうののはあの喜劇ね。<laughs> 要はもうお笑いなんですよ人生なんてのは何が起きてもエンターテインメントなんですただのゲームなんですだからスピンの界隈でもこの人生って要はほら そのゲームの中のキャラクターをハイヤーセルフというね、ちょっとあの高い次元にあるあのゲームプレイヤーが操作しているようなそんなもんなんだよっていう例え話をされる方結構いらっしゃると思うんですけどもまああの例え話としては本当にわかりやすいと思しますしまあその通りなんですよゲームの中のキャラクターってのはもう仮想空間の中に生きているわけであって実体はないんですよねうん。で自我ってのは本当は実体はないですよっていうのはそういうことであって うん、ただもう自動で動いてるだけなんですよ、うん。起きることが勝手に起きてるだけなんですよね。うん、でももっと言うとそのゲームの中のキャラクターを操作しているそのハイヤーセルフというのも本当はいないんですけどね。うん まあそこまでの話をしているのがやっぱその仏教の空というものであったりまあ無というものであったりってまあそういう話になるんですよでまああのこういうことをねその言葉で伝えようとするとまあなかなか難しいんですけども実際は全然難しいことでもないし全然特別なことでもないしもう 超当たり前の話をしてるだけなんですね今私が話してることってめちゃくちゃ当たり前の話で当然のことであってもう我々は子供の頃生まれた時からそうなんです生まれた時からそうだっていうのは生まれた時からというか、まあ、その自我が芽生えたまあ1歳2歳ぐらいの時からもう自動思考の罠にとらわれちゃってるんですよねうんで人間ってそういうもんなんですよ うん、だからこの仕組みをただ知りましょうってだけの話であってで見抜くのは難しいような感じもするんですけども今の時代は意外と簡単なんです多分ねこれ昔は難しかったんだろうねな、うんで難しかったのかっていうとやっぱここにはねその文明の,この社会文明の発展の具合とかその人間のその意識のあの なんだろう意識レベルの具合とかね、うん、その辺がやっぱそれを理解するまで達してなかったんですよねでも今はこれ簡単にわかることなんですよ本当にめちゃくちゃ簡単なんですよだって当たり前のことだもん <laughs>、うん、全然難しいことじゃないんですよね、うん、ただここでやっぱ伝わりにくいのがじゃあ我々に自由意志はないのか我々はただ生きることしかできないのかっていうとまあ そうなんですけども本当はそうなんですけどもでもねあのここでその悲観的になる必要なんて全くないんですよ。これはむしろ逆であってその起きることには何も意味がない、うん、ただことが流れているだけでそ,そこに意味をつけているだけならじゃあその意味づけを自分で勝手につけちゃうってこともできるんですよね。うん そういった意味で言えばその要は解釈自分の解釈だけで人間ってどれだけでも幸せになることができるんですただこういう話をするとあじゃあ私も金持ちになれるんだ私も異性からモテモテになれるんだとかうん なんか子供がいない方はあ私も子宝に恵まれることができるんだとかね、うん、あの老化を避けることができるんだピンピンコロリでちゃんとあの死ぬまでに元気な方でいることができるんだって。 っていうかっていうと、それはわかりませんとしか言えようがないんですよね、そんなことは誰にもわからないんですよ、でも、あのもし自分が望むものがあるとしたら、皆さんが私はこうなりたいっていうね、そういった欲とか、そういう意思があるんだとしたら、それ、やった方がいいじゃないですか、うん、もちろん結果なんでどうなるかわかんないですよ、そんなことが。うんでも やるだけやった方が私は面白いんじゃないのかなと思うんです。うん、だってただのゲームだからさ、どうせなら、ね、好きなことして遊ぼうよって思いません、うん、もうこの人生ってね、もう本当に遊園地みたいなもんなんですよ、うん。もう楽しんだもの勝ちっていうとちょっと楽観的に捉えられちゃうかもしれないんですけども、私はその なんだろう人生に起きることに対して何一つ深刻になるべきことなんてないと思っています。うん。これ何一つですよ。うん、何一つ深刻になるべきことなんてないんですよ。うん。何一つですよ。こう例外本当はないんです。でもこのことに対しては深刻にならなきゃいけないんだって思っちゃうのが自我なんですよ。うん。で、そういう人っていうのは、やっぱそこをスパンで抜けちゃった人ってさ、 あのちょっとね、その抜けてない人から見ると、サイコパス的に見えるんですよね。うん。なんで、あの、あそこで地震が起きてるのに、あの人はそんなことを関係な,さすなく、楽しそうに生きてるんだろう。許せない。って。うん、そういう風になっちゃうんですよ。あの陰謀論にはまってる人とかさ、なんであの人はあんなのんきに楽しく生きてるんだろう。もっと現実を見ろ。 この世界はディープステートに支配されているんだ。それをトランプ大統領かプーチンかどっちか知らんけど、それを悪を倒すんだ、みたいな、そこでうおーってね。まあそういう自作自演をしている方々もいらっしゃるんですけども。うん、まあアホですね。アホって言っちゃいけないな。この今のなしね。<laughs> まあいいんですよ。どんな風に生きようとその人の自由だから。だからね、あの、でもどっちでもどうせなら楽しんだもん勝ちだって。 思いませんうん、うん、まあちょっと話ずれてるかな。うん、だからあのー、なんだ結局は外側に起きることってのは何にも意味ないし、うん、そこに答えも何にもないんですよ。 うん、全部自分の内側の問題であり、自分の解釈の問題であり、自分の意識の問題だけだっていう、そういう話なんですね。で、その答えというのはあまりにも当たり前のことであって、もう最初からそうなんですよ。うん、例えばここでね、一つの例え話として、うんまあ、神様という言葉を使うんであったら、我々はもう最初から神様そのものなんですよ。うん ね、こういうこと言うとやっぱ神道とか勉強してる人に怒られるんだけどさ、うん、まあいいですよ、うんね。どんなふうに捉えてもいいんですけどもそういった意味で言うと スピリチュアルへの探求っていうのは、その探求がね、始まった時点、こういう情報に興味を持った時点でもう実はもうゴール見えてるんです。片足突っ込んだ時点でもうゴール見えてるんですよ。だって本質に戻るだけだから、あ、本当はそうだったんだって、その当たり前のことに気づくだけなんで、だから探求が始まった時点で実はもう探求終わってるって。 言えるんですよもう最初からそれでしかかないから、うん、そこは全然難しくないけども、でもそこを難しくして、ややこしくして、なんだろう、あの、例えばさ、その悟りというものは自分の精神性を上げて、どん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 高みを目指していくもんなんだ。人間を超えて神に近づいていくものなんだって。うん、それには努力が必要なんだってね。 うん、まあそういう発信もされてる方はまあ多分いらっしゃると思うんですけどもまあそこに極まっちゃってなんかおかしくなっちゃってるのがまあ信仰宗教の特徴ですよねうんだから信仰宗教に入りたい方はまあそういう考え方でいいと思いますしうんでも本当は全然違いますよっていう、うん、私はこれがもう事実だと思ってます、うん 我々は本来ねその何者でもないんですよ。うん。でも何者でもないから逆に言うと自分の解釈次第で何者でもなれるんですよね。まあ極端な話言うとお金が一銭もなくても私はほ本当に豊かだなってその思えるならそう思って豊かに暮らすことだってできるんですよ。うん、でも そういう情報っていうのはやっぱ自我にはあのなかなか理解されないからだからうんとこういう何ななだろうなその解放とかその非人間系の話っていうのはどうしても受け入れられない傾向にあるんですね。どううしてもも多くのの方はスピリリチュアリティというものを その今の自分の人生を変えてもっと高みを目指すんだってそっちの方向の道具として使っちゃうんですね。で、もちろんそれもまあいいとは思うんですけども、でもそれやってるうちは、その本当はこうなんだよってことを知った上でなんか自己啓発みたいなことでやるのはもちろんいいと思うんですけども、うん、まあ私もねど、どっちかっていうとさ、あの結構、 あの、ガツガツ行くタイプなんですよ。まあ、仕事とかも結構一生懸命やりますし、どっちかというとガツガツ行くタイプなんですけども、でも、本当はこう、そうだよってことを知ってるんですうん。本当はもう、ただ起きることがただ起きてるだけだし、何にも意味なんかないし、その時間は過去から未来に流れているわけじゃないし、そういう感覚が浮かび上がってるだけだし、全部全、全自動なんですよね。で、我々は全自動でなかったことは、一度たりともないんですよ。最初からただ全自動なん だからこれも。 その発信者によっては、あの人生全自動になれれば全自動でお金が入ってくるんだみたいなそういう発信されてる方いますけども、それもやっぱその、なんだろう、今の自分がダメで、そのお金を手に入れるために全自動という一つのアイデアを採用してるだけなんですね。そこも,もうずれちゃってるんですよ。やっぱエゴというものはそこをもうず,ずら、ずれて、うん、解釈をしちゃうんですよね。うん。で、そういう仕組みになってますよってこと いうことをままずは知りましょうってうことなんです。だから結局のところ、まあ、自分の解釈次第だし、うん、我々は最初から解釈した通りつまり思った通りの世界をずっと最初から生きてるんです。うん でね、ちょっと厳しいように聞こえるかもしれないんですけども、こういう質問が来ると、あ、この方はこれ好きでやってるんだなって私思っちゃうんですよ。うん、あ自分でこ,うこれを楽しんでるんだな。この選択に迷うことで楽しんでるんだなって。うん、そういうふうにやっぱね、見えちゃうんですよね。うん、こんな感じで伝わりますでしょうかはい。 というわけで、えー、今日も、えー、またちょっと20分ちょっと喋ってみたんですけども、えーまだね、最近はね、なんかね、本当、原稿なしでそのままペラペラ、ね、思いついたこと喋ってるんで、ちょっと動画にまとまりがないかもしれなかったんですが、えー、今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。のりさんでした。